地を打ち倒した直後、その亡骸から力が解放された。それは出雲家に飛び去り、再び結合、そして最強最絶対の破壊神。いち早くその存在を察知した復帰とジョカは、だがその道を阻む者がいた。戦海軍の長。まったく呆れ果てる。ほう、佐野。石頭め、どうしても人の子の邪魔をせねば気が済まん。やつにはやつの考えがあろうが、聞いてもらえるならば。ジョカよ、付き合い。無駄足にならねばよいがな。排除する。それならば文句あるまい。やれやれ。人の子に委ねるのが筋だ。スサノオ様に挑む資格があるや否や、我らが見極めん。人の子よ、惑うがいい。死に体形を取れ。弱すぎる奴らは邪魔なんだ。燃やしちゃったよ。炎よ、奴らの道を阻め。風よ、吹き荒れよ。人の子の道を閉ざせ。戦いたい気分なんだ。パンパク小僧が火遊びか。折檻してくれる。どうした小僧、人の子が気にかかるか。私が相手だ、スサノオ。異論はあるまい。売るがよい。
ります。火星は弱まってよ。風が止まれば火は消えまい。信長を楽しませよ。さすがに良い働きをする。お前のいない戦場など考えられん。負けたのに気分がいい。すがすがしいっていうのかな。こういう乾杯だ。やっぱり悔しいな。ついていけば、わしが求めるものも見えるかもしれん。私こそ真の旋回無双と言えよう。敵が私に比べ非小に過ぎる。勝利の美酒に酔いしれ。くだらん茶番だったな。時間を…まあそういうな。佐野を超えられぬ程度ならば、この先の戦いに勝…言われずとも、そんなことは承知している。だから人間の力がスサノオを凌駕することなの。我らはそれを、あの石頭はおのまねで知るまで受け入れようとしなかった。そこがスサノオの顔…不気味なことを言うな、クッキー。さて、世界の命運をかけたわしらは信じておるぞ。人のこの鮮やか
これをくれてやった。お主なら